グリードは1924年公開のアメリカのサイレント映画。原作はフランク・ノリスの小説、死の谷マクティーグ。監督はエディヒ・ホンシュ・トロハイム。この時代としては珍しくすべてロケーション撮影され、しかも撮ったフィルムは85時間もあった。ラストシーンのデスバレーでの撮影だけで2ヶ月を費やし、病気になったスタッフ、役者もいた。技術的には、 ファンフォーカス撮影やセルゲイ・エーゼンシュテインに代表されるソビエト・モンタージュ理論に沿った編集といった洗練された映画テクニックを使った。内容的にはシュトロハイムはこの作品をエミール・ゾラの自然主義小説獣人のように環境と遺伝によって運命づけられた人々が織りなすギリシア悲劇と考えていた。編集途中で制作会社であるゴールドウィン・ピクチャーズが メトロゴールドウィンメイヤーに吸収合併され、数年前にユニバーサルピクチャーズでシュトロハイムを首にしたアービング・タルバーグがポストプロダクションを仕切った。8時間近くあったオリジナル版はシュトロハイムの意向を無視して約2時間半に編集し直された。オリジナル版を見たのはたった12人で、これまでに作られた映画の中でも最高の映画というものもいるが、現存していない。 後にシュトロハイムは、グリードは自分の作品でも最も思い通りのことが実現できた作品で、スタジオによる再編集には講師ともに傷ついたと語っている。映画アーカイビストたちから聖杯とも呼ばれるオリジナル版だがたびたび発見されたと嘘の情報が流れている。1999年。 ターナーエンターテインメントは残っていたスチル写真を使用して4時間の最高製版を完成させた。公開当時は批評も興行も散々だったが、1950年代から再評価され、今では映画史上最高の映画の一本とみなされている。1908年、マクティーグはカリフォルニアの北斗七世近郊採掘場で働く、甲府だった。 飲んだくれの父親に似た息子の将来を案じた母親は巡回してきた二世医者のポッターに息子を託す。数年後、マクティーグは独立してサンフランシスコで歯医者を経営している。そこに親友のマーカスがいとこでいい名付けのトリナを歯の治療のために連れてくる。女性とあまり接したことのないマクティーグはたちまちトリナに恋をし、父親の地であろうか。 治療中にトリナに接吻をしてしまう。マクティーグはマーカスにトリナを譲ってほしいと頼む。マーカスは驚くが、男気からトリナを譲り、さらにトリナには富くじを与える。マクティーグとトリナは結婚することになる。そこに、富くじが当選したとの知らせ。トリナは5000ドルの金貨を手に入れる。しかし、それが3人の運命を狂わせることになる。 オリジナル版から二つのエピソードがカットされている。一つは、マクティーグの司会員で働く、掃除筆、マーカスに富くじを売る、メキシコ人女性、マリアの話。マリアは、純金のダイニングセットを夢見て、クズ屋のザーコーとそのことを話している。ザーコーはマリアがそれを持っているものと勘違いして、結婚するが、それは見つからず、ザーコーはマリアが嘘をついてると思い込み、 彼女を殺し、サンフランシスコ湾に身投げする、というもの。もう一つは、獣医グラニスとミスベーカーのエピソード。二人は、マクティーグ夫妻と同じアパートの隣同士に住んでいるが、顔を合わせることはなく、壁越しに声を聞いている間柄。しかし、グラニスがトリナと同額の大金を得た後に、二人は、部屋の境を取り払い結婚する。 ザ・スピッツとギブソン・ゴーランド・エリッヒ・ホン・シュトロハイム。マクティーグの映画化を記者に語った頃、グリードの原作は、フランク・ノリスの小説、死の谷・マクティーグ、1899年。シュトロハイムは1920年1月の時点で、この小説を映画化したいとジャーナリストの一人に、話していた。シュトロハイムは1910年代前半に、サンフランシスコに住んでいて、 この小説の登場人物たちに近い貧乏暮らしをしていた。1922年10月6日、ユニバーサルスタジオで、グナル妻、メリーゴーラウンドを監督後、タルバーグから解雇された、シュトロハイムだったが、翌11月20日にゴールドウィンピクチャーズと1年で3本、撮る契約を結んだ。1本あたり4500から8500フィート、制作費は17万5000ドル以下。 14週で完成、報酬は3万ドル。他のスタジオからの誘いもあったが、芸術的自由を求めて、そこを選んだ。プロデューサーのエイブレアーは、監督は、各自、自分の特性、個性を生かすべく好きなスタッフを選び、施設を使っていいと約束した。レアーとしては、莫大な予算をかけて、メリーゴーラウンドのようなオペレッタ映画を撮らせる、つもりだった。しかし、 シュトロハイムはレアを説得して低予算でグリードを取ることを認めさせた。1923年のプレスリリースにはこれまでのように巨大セットに惜しみなく金をかけるくらいならセットは全く使わないと改心したようだと書かれている。シュトロハイムはカメラの動き、構図、色合いの指示まで細かく書き込んだ300ページに及ぶ脚本を書き上げた。 ノリスの小説から反ユダヤ主義を除去し、原作にはなかったマクティーグのファーストネームを作った。また時代設定も原作から四半世紀後の1908年から1923年までとした。実はマクティーグは一度映画化されたことがあった。ウィリアム・エイブレディのワールド・ピクチャーズ制作、ホルブルック・ブリン主演の短編、マクティーグである。批評家の評価は低く。 シュトロハイムは、ブリンの演技を批判していた。映画主家ケビン・ブラウンローによれば、この映画もデスバレーで撮影されたそうである。シュトロハイムは、映画会社の重役たちに忖度などしない、完璧主義者で、ディテールまでこだわることで知られていた。グリードの制作にあたって、シュトロハイムは、姿勢の人々をリアルに描いた映画を目指し、小悪的でハッピーエンドで、 上流階級の人間が登場するハリウッドらしい映画は作らないと述べている。1923年1月初旬、シュトロハイムは映画の舞台となるサンフランシスコに到着すると、人々の暮らしぶりを間近で見、原作者、フランク・ノリスの友人たち、さらに、ハリスの弟で、小説家のチャールズ・ギルマン・ノリス、いとこで、やはり小説家のキャスリーン・ノリスと面会して話を聞いた。 ロケハンを行い、小説に登場するシエラネバダ山脈、アイオアヒルの北斗七世近郊採掘場、デスバレー、クリフハウス及びサンフランシスコ湾での撮影を視聴し、いくつかは実現した。マクティーグの司会員についても、原作のポルクストリートにある建物の2階を借り、酒場や系食堂もその近くから見つけた。原作に書かれた場所の多くは1906年の サンフランシスコ自身で破壊されていたため、ヘイズストリートとラグーナストリートでは、ぴったりのロケ場所を見つけることが叶なわなかった。酒場にしろ、肉屋にしろ、掘ったて小屋にしろ、セットを作らず、ロケで済ませたことで、美術費は節約することができた。シュトロハイムの完璧主義から、長大な台本が上がったにもかかわらず、ゴールドウィンシャーは許した。プロダクションマネージャーの JJ。 コーンはそのことについて字が来れば彼をコントロールできると鷹をくくっていたからだと後に語っている。メディアを再生するウラレイク魂でジーン・ハーショルトのスクルーンテストをするシュトロハイムジーン・ハーショルトを除くと主な俳優は皆ストロハイムストックカンパニーと呼ばれるシュトロハイム映画の常連たちだった。マクティーグクのギブソン・ゴーランドはイギリスの俳優でシュトロハイムとは アルプス下ろしで仕事をしていた。ヒロインのトリナ役は難航した。クレア・ウィンザー、コリーン・ムーアをシュトロハイムが立て続けに拒否。ドタンバでザス・ピッツに決まった。ピッツはそれまでコミカルな役しかやったことがなく、シリアスな芝居をするのはグリードが初めてだった。シュトロハイムはその後もピッツを結婚更新曲、ハロー、シスターで起用。シュトロハイムは ビッツのことを、米映画史上最高の精神病理的女優で、彼女は喜劇でなく悲劇でこそ最高の演技をすると評価している。マーカス役のジーン・ハーショルトは、当初シュトロハイムは難色を示したが、ハーショルトが外見をマーカスに似せた見せたことで、シュトロハイムは考えを改めた。他の役者と共に、ポール・アイバノの撮影で、スクリーンテストをしている映像は、 映画、フラレイク魂の中に収められている。撮影は1923年3月13日、サンフランシスコでクランクインし、6月下旬に終了した。撮影開始3日後、レアは予算を当初の予定の2倍の34万7000ドルにすることに同意。2ヶ月に及ぶ準備期間中、無給で働いていたシュトロハイムは、撮影が始まって数日後に倒れ、 以後は健康管理に気を配った。シュトロハイムだけではなかった。サンフランシスコ湾の撮影で、チェザーレグラビナは両側肺炎にかかった。そのシーンが編集でカットされてしまったのはシュトロハイムにとって屈辱だった。また、ハーショルトはピクニックでゴーランドと争うシーンで本当にノックアウトされ、ピッツは市街電車に轢かれそうになった。5月下旬。 出来上がった映像を見たレアーはシュトロハイムを訪ね、撮影所では再現できなかったであろう雰囲気、色、リアリズムを持っていると伝えた。もっともスタジオで全く撮影しなかったわけではなく、しかい、ポッターの見習いをしていた頃の若きマクティーグのシーンは、スタジオで撮り直した。奥手のマクティーグは恥ずかしくて若い婦人の歯を見ることが、できず、ポッターが引き継ぐというシーンだった。 当初はわざとトリナに見えるよう、ピッツがメイクを変えて若い婦人を演じていたが、混乱するという会社からの指摘でシュトロハイムはリテイクに同意した。マクティーグとマーカスが酒場で口論となり、マーカスが投げたナイフがマクティーグの顔のすぐ近くの壁に突き刺さるシーンでは、シュトロハイムは本当にナイフを投げさせようとした。しかしゴーランドが拒否。やむなく特殊撮影を使った。 デスバレーでの撮影は、国書の中、2ヶ月にわたって行われた6月下旬に、サンフランシスコでの撮影を終え、撮影隊は、デスバレーに移動した。通常、ハリウッドで砂漠のシーンを撮るときは、オックスなどの砂丘で撮影するのだが、シュトロハイムはここでも本物にこだわった。当時デスバレーには、道路もホテルもガソリンスタンドも水道もなく、タランチュラ、サソリ、毒蛇が、 うじゃうじゃいた。人が住める、最も近い場所は 160km も離れており、保険も適用外だった。そんな場所で真夏に2ヶ月間も撮影した。ゴーランドとハーショルトがヒゲを伸ばすには、十分だったが、気温33三摂氏七72度の中、熱中症にかかるものが絶えず、撮影隊43人のうち実に14人が病気となり、ロサンゼルスに搬送された。ハーショルトも、 撮影終了後一週間、内出血のため入院した。ハーショルトによると撮影で、体重は1 2ラムも減り、水ぶくれもひどかったという。そのせいもあって、ハーショルトはこの映画が、自分のベストだと語っている。砂漠の中で、ハーショルトとゴーランドが死闘を繰り広げる場面で、シュトロハイムは、ファイト。ファイトだ。君たちが私を憎むくらい、君たちも憎み合え。 大声で指示していた。シュトロハイムは撮影を通して俳優の気分を盛り上げるためミュージシャンを帯同させていた。デスバレーの撮影ではハーモニウムとバイオリン奏者に演奏させた。使われた曲はルッチェーロ・レオン・カバドにインスパイアされたオリジナル曲で他には修も元に近づかん心と花、オープロミスメといった曲が演奏された。9月13日に カリフォルニア州プレイサー軍に移動、1ヶ月ほど続けられた。北斗七世近郊採掘場は10年前に閉鎖されていて、シュトロハイムはゴールドウィーンカンパニーに撮影のため借りて回収するよう頼んだ。ロケ班の時に知り合ったハロルド・ヘンダーソンに採掘場とアイオワヒルの交渉を任せた。さらにシュトロハイムは、 マクティーグの母親の葬儀シーンを撮るため地元の墓地の修復を希望したが、ゴールドウィンカンパニーはこれを拒否した。採掘場内部の内部の撮影は午後9時から午前6時の間にかけて行われた。撮影監督のウィリアム・ダニエルズによると、それにより地下30メートルの場所が地下900メートルに見えたが、リアリズムにこだわるシュトロハイムは実際に 地下900メートルでの撮影を主張していたという。1923年10月6日に撮影は終了。198日かかった。フィルムの尺数は8500フィートという当初の予定を大幅にオーバーした446103フィート。時間に換算して約85時間もあった。結婚式のシーン。照明の問題はあったが、 パンフォーカス技法が用いられているシュトロハイムの電気作家アーサー・レニングは、シュトロハイムの映画のスタイルを DW ・グリフィスと比較して、こう分析している。第4の壁を通して演劇的に芝居を撮るグリフィスと異なり、シュトロハイムはいろいろな方向から違うアングルで撮影する。さらに、パンフォーカス、意識的に入れられた前景、効果的なカメラの動きも用いる。 撮影監督のダニエルズは特に結婚式のシーンを誇りとしている。マクティー・グとトリアの手前で結婚式が取り行われるその背後、窓の外を葬列が通りかかる場面、市民権の17年前にパンフォーカスが使われている。ロケーションであったため、ダニエルズは撮影所で使う放電灯ではなく、白熱電球を使用した。彼は男にはメイクは不要、ピカピカな壁は、 リアルな塗装に窓ガラスもセットや衣装の純白さもリアルにと主張した最初の人物だった全てがくすんだ茶色に塗られたとダニエルズアートに語っている。なお、クレジットされていないがアーネスト・ビー・シュードサックがカメラオペレーターで参加している。シュトロハイムはソビエト式のモンタージュ編集を好んだ。グリードでもクローズアップや 長回しに変わるカットの切り返しを多用している。鳥かごを狙う猫などで、クロスカッティングが劇的な効果を上げている。1932年、映画理論家のアンドリューブ・ブキャナンは、シュトロハイムのことをモンタージュの監督と呼んだ。アンドレ・バザンは、シュトロハイムの未惨成布の使い方を賞賛している。演出について一つの簡単なルール。世界を生のまま撮ること、それにより、 世界の残酷さと醜さがあらわになる。鳥籠の中のカナリア・フランク・のリスの小説は、チャールズ・ダーウィンの影響を受けたエミール・ゾラの自然主義文学に属する。自分ではどうにもできない、人間の運命は遺伝と環境によって決定づけられるという自然主義文学の理念に基づき、努力して敗者になったにもかかわらず、マクティーグは酔っ払いの父親の血を引いた。 貧しい仮想階級で育った人間として描かれる。1899年出版の死の谷マクティグは実際に起こった殺人事件からそうを得ている。1893年10月、パトリック・コリンズという貧しい男が別れた妻サラを殺害し金を盗んだ。サラは原作者フランク・ノリスの家族が融資していたレスト・ノリス、キンダーガーテンに勤務していて事件は その幼稚園で起きた。シュトロハイムは原作の自然主義にのっ,とってこの映画を演出しているが、カナリアに関しては象徴的な演出をしている。例えば、結婚式でマクティーグがトリナにプレゼントしたり、猫に襲わせたり、ラストでは鳥かごから解き放っている。マクティーグがカナリアを飼っているのは原作にある設定だが、シュトロハイムはそれ以上にカナリアをマクティーグと関連付け、 意味を持たせている。黄金色に着色されたカット契約にはポストプロダクションの報酬は含まれていなかったが、シュトロハイムはフランクハルと共に編集作業に入り、数ヶ月かけてどうにかラフカットの段階までこぎつけた。シュトロハイムは契約にあった上映時間の上限を窮屈に感じていた。いくつかのシーンはハンスチャクルカラープロセスで黄金色に着色した。 オープニングの監督のクレジットは、パーソナリーダークテッドバイ、エイリヒ・ホンストローハイムとした。1924年1月、ようやく完成した42リールのオリジナル版の特別試写会が開かれた。会社の人間を除くと、見たのは、記者のハリー・カー、映画監督のレックス・イングラム、女優のアイリーン・プリングルとカーメル・マイヤーズ、小説家のイド・アル・ジョーンズ、フランスの科学者、 ジーン・バートン、あと、ヨゼフ・ジャクソン、ジャック・ユー・メイヤー、フリッツ・ティダン、ウェリフォード・ビートン、バランタン・マンディル・シャタム、他一名の12人しかいない。見終わった、ジョーンズ、カー、イングラムはこれまでに見た映画の中でも、最高の作品で、これより素晴らしい映画は作られることはないだろうと、絶賛した。多くの文献では、この52リール版は、暫定的なラフカットであり、 シュトロハイムは1924年3月18日までに24リールにまで編集することに決めたとしている。そして完成した24リール版だが、ゴールドウィン社のプロデューサーは、まだ長すぎると考え、もっとカットするよう求めた。シュトロハイムは友人で監督のレックス・イングラムにフィルムを送り、イングラムはグラント・ホワイトックに頼んだ。ホワイトックは、 悪魔の合鍵でシュトロハイムと仕事をしており、シュトロハイムのスタイルとテイストに精通していた。ホワイトックは最初、結婚式の終わったところで分割し、8リールと7リールの2本の映画にしようと考えた。しかし出来上がったのは18リール版だった。ホワイトックは、不愉快と感じたザーコートマリアの映像を丸々カットしたが、プロローグを含む、それ以外のエピソードは残っていた。 ゴールドウィン社の重役たちは24リール版を機に行ったが悲劇的な結末は工業的に難しいのではないかと心配した。一方、イングラムから送られた18リール版を見たシュトロハイムはもう1フレームでもカットしたら二度と君とは話さないと返事した。そんな折、1924年4月10日にゴールドウィン社はメトロピクチャーズとの合併に同意。 あろうことか、会社は、シュトロハイムの天敵とでも言うべき、タルバーグを、グリードの責任者に任命した。MGM は、ジューン・マティスに、さらなる短縮を命じ、マティスは、ジョセフ・ W ・ファーナムに編集を委ねた。ファーナムは、第一回アカデミー賞で、脚本字幕賞を受賞した人物で、グリードでは、サッチワーズ・マクティーグあるいは、レッツゴー、オーバーアンドシュット、 オンザスーアーといった字幕を駆使して強引に話をつなげた。こうしてファーナムは10リールまで縮めた。シュトロハイムはもちろん憤慨し、傑作を台無しにしたとマティスを非難した。1928年に奇妙な幕愛狂言という4時間にも及ぶ儀曲が工業的に大成功を収めた時には、それ以前にグリードが制作されたことを嘆いた。 オリジナルカット版と公開版の大きな違いは、二つのエピソードを削除したことである。タルバーグはロサンゼルスタイムズで次のようにコメントしている。これは、ど欲、革新的な貪欲の物語だ。貪欲はトリナのうちで徐々に大きくなり、最後には彼女を取り殺してしまう話だ。ところが、クズヤの貪欲は強烈すぎて、このテーマを阻害してしまうということに私は、 気がついた。街の小さなざわめきを奇跡がかき消すようなもので、クズの豚欲は彼女の豚欲を弱めてしまう。映画を台無しにしたくないから、私はクズの話を捨ててテーマをより強固にした。細かいところでは、マクティーグとトリナの幸せな結婚生活、二人が掘った手小屋に引っ越しするシークエンス、結婚前のトリナと家族、 マクティーグの両親を描いたプロローグ、マクティーグの敗者見習い時代、マクティーグとトリナがお互いを強く意識し合う視察的かつ性的なクローズアップ、マクティーグが事件後にサンフランシスコとプレイサー軍を放浪するシーン、デスバレーの追加映像、お金を持つトリナの追加映像、トリナが貪欲に囚われてゆくより、緩やかなバージョンがカットされた。グリードの公開は、 1924年12月4日、ニューヨークのコロンバスサークルにあるコスモポリタンシアター。この劇場の所有者はウィリアム・ランドルーフ・ハースト。実は原作者のノリスは、米政戦争の時、ハーストの下で海外特派員として働いたことがあった。ハーストはグリードを絶賛、これまで見た映画の中で最高だと称えた。MGM は、 広告をほとんどしなかったが、ハーストは自分の新聞でこの映画をプッシュした。シュトロハイムはその時ロサンゼルスにいて、新作、メリーウィドウの制作に取り掛かっていた。といった否定的なレビューが多数を占める中、ニューヨーカヘラルドトリビューンのリチャード・アッツ・ジュニアは、アメリカで生まれた最も重要な映画、栄光やニレノコカゲの欲望といった。 舞台劇に匹敵するドラマティックな芸術作品といった好意的な批評をした。米国で224,500ドル、カナダで3,063ドル、その他の市場で47,264ドル、合計で274,827 27ドルの公習シュトロハイムの電気作家、アーサー・レニッヒによると、MGM の記録では制作費は、 最終的に546,883ドル。別の電気作家、リチャード・コザースキーによると665,603ドル。大失敗だった。シュトロハイムは晩年、私のすべての映画の中で、唯一、グリードだけが思い通りに作れた映画。グリードだけが絶対的効力を有していると語っていた。1950年に、アンリーラングロアが、 シュトロハイムのために公開版のグリードを上映した際、シュトロハイムはこう述べた。これは私にとっては死体発掘だ。埃りの積もった棺桶を開けたら、ひどい悪臭と背骨が数個に肩甲骨の一部が出てきたようなもの、男の最愛の人がトラックにひかれて見分けのつかないほどボロボロになったかのようだ。男は死体暗記書まで彼女を見に行く。もちろん、 彼は、まだ、彼女を愛してるが、彼が愛せるのは、彼女の思い出だけ。なぜなら、彼は、もう彼女に、見覚えがないのだから1950年代初頭になって、ようやく、グリードの再評価が始まった。1952年、イギリスの、サイトサウンド誌の映画史上ベスト10で、アンドレバザン、ロッテ・アイスナー、カーティス・ハリントン、ペネロープ・ヒューストン、 ギャビン・ランベールらがグリードを押し第7位に選ばれた。ベルギー王立シネマテイクが1978年に発表した史上最も重要かつ誤解されたアメリカ映画では市民ケン」サンライズに次ぐ第3位。1991年、アメリカ議会図書館によるアメリカ国立フィルム登録簿にも文化的、歴史的、美的に重要として保存されることが決まった他にも、 グリードを支持してきた人々を列挙すると、セルゲー・エーゼンシテイン、ジョセフ・フォン・スタンバーグ、ジャンル・ノワール、エルン・ストルビッチ、ギレル・モデル・トロ、スーザン・ソンタグ、など、グリードのノーカットバージョンを復元する試みは1958年から始められた。ブルッセル・バンコク博覧会において、ベルディ王立シネマテイクは、グリードを映画史上最高の12本の一つとし、同時に、 シュトロハイムの未亡人デニス・バーナックが所蔵していたシュトロハイム個人のコピーから起こしたグリードのオリジナルノーカット台本を出版した。1972年、それを受けてハーマン・ジー・ワインベルグがザ・コンプリート・グリード・オブ・エイリ・ヒホン・ストロハイムを出版。この本にはこれまで公開されていなかったノーカット版のスチル写真が400枚収録されていた。 ターナーエンターテイメントはそれらを含めた650枚以上のスチル写真と既存の映像を組み合わせたレストア版を完成させた。ありがとうございます。